私たちの仕事は空調機を製造することではありません。快適な環境を創造するために、そこで過ごす人や物に配慮しながら、一つ一つその場所にふさわしい最適な空気をデザインする。エアーデザインカンパニー。貴重な文化財を湿気や粉塵から守ったり、細菌やウイルスを除去しながら清浄度を高めたり、時代を象徴するようなさまざまな建築物の空気をデザインしてきました。空気の質がその空間の居心地を左右します。だからその質を追い求め、あらゆる場所に最適な空気質を届けていく。私たちは仲間たちと共に日々空気の質に向き合っています。温度、湿度、清浄度、気流、そして音や振動も空気の質に影響を与える要素は数多く存在します。その一つ一つと向き合い、実験や解析を繰り返すことで空気の持つ可能性を見つけていきます。一つの研究が数年に及ぶことだってある。でもここで生まれた新しい技術が社会課題を解決したり、新たな製品を生み出すきっかけになる。研究開発にはそんなやりがいがあります。今どのような空間が求められ、どのような空調機が必要とされているのか、私たちにできることは何か、業界の動向を捉え、市場を調査しながら販売戦略を考える。営業は自社とお客様を結ぶ大切な役割。時には日本を代表するような設計事務所や建設会社に対して会社を代表してプレゼンを行います。会社の命運を左右するような大規模案件、そんな重圧をチームで乗り越え、活躍する場を広げていく。営業にはそんなやりがいがあります。営業部門が顧客から吸い上げたニーズ、建物によって求められる製品の仕様や大きさは一台一台異なります。だからこそ様々な知識やスキルが必要になる。それらを学び、経験を重ねていくことで、複雑な仕様や特殊な仕様を作図できるようになっていきます。自分が描いた図面から世界に一つしかないオーダーメイドの製品が生まれる喜び、設計にはそんなやりがいがあります。設計部門と連携しながら熱交換器や送風機などの主要部品を製作する。それらの部品を組み上げることで、お客様の高度な要求に応える製品が形になっていく。空気の質を確認する厳しい品質基準、リモートでの工場研修などを乗り越えて、自分が組み上げた製品が有名な建築物に納入されていく。製造にはそんなやりがいがあります。研究開発、営業、設計、製造、
それぞれの部門で日々行う仕事は違います。でも目指しているものはただ一つ。そのために私たちは今も挑戦を続けています。 AI などのデジタル技術を生かした新しい営業スタイルや、単純作業を自動化し新しい製造プロセスを実現するデジタル工場の構築、シーマプロジェクトを推進、一人一人の働き方が変わり、人は創造的な仕事に時間を費やすことができるようになっていく。